チップスターのかぼちゃ味と紫芋味が売っていたので買ってみました。こちらはどっちも、季節っていうと秋かなと思うんですけど、珍しい味だと思ったので買ってみました。お。ちゃんとチップスターのこの文字の色も違う。おお、紫色と黄色っぽい感じの色ですね。食べてみたいと思います。まずはこちら割れてるんですけど、かぼちゃ味からいただきます。なんか舌に触れる感じが甘かったんですよ。だから甘い感じのかぼちゃかなと思いきや、ちゃんとチップスターの塩加減っていうか、甘い、かぼちゃの甘さもありつつ、美味しい。チップスター感が強いんですけど、こう口の中に入れて舌に触れる甘さと、なんかその時の味がかぼちゃで、で噛んでいくとそれほど甘くなくなって、なんか美味しい。なんかさつまいもとかぼちゃと栗って大体こういうの商品になった時似たような味なんですけど、これも確かに似てるっちゃ似てるんですけど、程よい甘さで、チップスター感が薄れてないっていう感じですね。紫芋食べたいと思います。かぼちゃと芋似てる気がするんですけど、味はさていかがでしょうか。こっちの方が香りもちゃんと紫芋の香りがしっかりするし、甘さも、鼻に抜ける紅芋の香り、美味しいですね。でもやっぱりこっちもそんな甘すぎず、ちゃんとチップスターですね。ただ、こっちに比べると芋感が強い。ちゃんと
チップスターの割合より、チップスターのっていうか、じゃがいもの割合よりも、さつまいもの割合の方が多いかもしんない。でもこの割合的に言うと、ポテトフレーク、紫芋パウダーより先に来てるから。どっちもじゃがいもが多く含まれてますけど、でも、かぼちゃの香りってそう強い感じじゃないから、だからかもしれないですけど、紫芋のこっちの方が鼻から抜ける香りっていうかが、紫、ザ紫芋って感じですね。でもどっちも美味しいです。チップスターのかぼちゃ味と紫芋味、どっちもデザート感覚で食べるものかなと思ってたんですけど、どちらも甘さがそこまで強くなくて、普通のポテトチップスとかと一緒の感覚、特にスイーツしてない感じで、そんな感じの味でした。この動画が良いと思ったらグッドボタンをお願いします。あとチャンネル登録してくださると嬉しいです。最後まで見てくださってありがとうございます。では、おしまい。